飛行機とか戦車とか戦車とか、うん、中学中なんかそう呪縛って結構、うん、まあ何本か見させていただいてるんですけど、うん、普段のカズマ君と阿部さんとどんなような話してるんですか。話っていうか俺らがまあこういう形取るときは、まあ、カズマってなんかいろいろ思うことがあいつ。なんか結構世の中に対してのなんか例えばルールとかうるさいからあいつ。そのルールをなんかこう。そうだよ。びっくりした。ルールにうるさいんだよ俺は。社会にはルールがあるんだよ。なるほどね、ルールルール、なんかあります？気になってるルールルール、まあルールというか、まあ普段気になるのは、まあこの間ちょっとニュースとかでもやってたんですけど自転車、うん、で、まあ自分も自転車乗るし、まあ歩いて移動したりもするんですけど、まあ、ね、そのニュースっていうのが、まあ親御さんが、幼い、姉妹の女の子2人をこう連れて散歩してたと、うん、でその時に自転車が来て下の妹の方の女の子をちょっと引いちゃったんですよ。当たっちゃったんです。引いちゃったの。ぶつかって、うん、でその引いた人は振り返ったにもかかわらず、まあ、逃げちゃったんですよ。引き逃げだね。引き逃げですね。で、まあ、その後出頭したみたいなんですけど、うん、でまあ自分も娘がいてちょっとすごくこう気が気じゃなくてそのニュース見て、うん、いや本当自転車は気をつけないといけないよねって普段から思ってたんですよ、うん、でそれなぜかというと、まあ、街歩いてるじゃないですか。こっち歩行者ですよ。で後ろから怒ってるねルールあるな思って あ, る、ね、あるなあるんだよ。カズマ寄りだねあるよ。ちょっとね体温上がっちゃいますけど、まあ、こっちは歩行者じゃないですかやっぱり、うん、まあまあねルールなんて誰決めたんやって話ですけど、うん、でも前から後ろからまあまあ、うん、来るじゃないですか、うん、で歩いてたらやっぱチャリンチャリンとか後ろから鳴らされるわけですよ。いやいやチャリンチャリンやなしにって思うんですよ。いやいや、うん、あなたが合わせて歩行者に合わせてどけなさいなって思うんですよ。 それまあある種自分の中のルールというか、うん、まあかもしれないんですけど、うん、なんかそういうのはすごい思います。確かにね、あの凶器がわざわざチリンチリン鳴らしてるからね。そうなんですよ。どけって、はい、凶器なんだ俺は凶器だって意識を持てば凶器はもう、うん、サイドにサイドに、はい、まあ、歩道だしね、そこね、はい、言うてもね、はい、歩道なんか合わせないのかなって思いますね。チャリンって鳴らしてきて、うん、だから要するに歩行者より自転車の方が強いってことでしょ。まあまあそうですね、まあ、そうだね、優先かなと思います。あ、はい、まあ、逆にどっちが弱いかだけどね。あ、まあそうですね、はい、あ、だからなんかもうあるちょっと腹立ちますね鳴らされたらいやいやチャリンチャリンって、まあ、ついつい睨んでしまうよちょっと、ちょっと、でもその自転車はさ、なんか歩行者にはって言われたら、いや何って言うわけでしょ多分。まあ言う人もいるかもわからないですね。そうでしょう。だこれいかがなもんかなと思います。いかってるね。はい、ルールだね。うん、ルールかなと思いますねいや、腹立つんすよだいたいこうなるよ。はい、中学中え、どうですか、あんま気になんないですか自転車。いや、まあでも自転車のチリンチリなんか余計に鳴らされたらなんか俺もイラッとはするよ。やっぱやっぱする、うん、あって、はい、そんなに鳴らさなくて分かるしっていうのがある。違う違う違う、こっちはもう鳴らした時点で怒ってる。もうそう、鳴らした時点でお前に鳴らす権利はあるのかっていう。そうです。ああ、だからその、いや通りますよぐらいのチリンチリンだったらいいんじゃないだから、だからそれもいいよ、あの気持ちのこもった、うん、その優しいチリンチリンってチリンみたいな感じだったらいいけど、だいたいチリンって俺通りますみたいな、うん、でしょ、はい、それが嫌なんでしょ。もうそう、そう僕はインプットしてます。そうそう、分かる、受けちゃいますね。あ、いや通るからどけみたいな風に捉えちゃうんですよ。あ、まあ、そういう態度で来られるとやっぱまあムカつくけどね。まあ、前から来たら分かりますよね、うん、空気感で、うん、まあ、後ろから確かに分かんないです、うん、だから阿部さんの言ってることも一理あるかもしれないですね。優しいチリンを作ればいいんだ、みたいな。だから要するに歩行者より自転車の方が危ねえぞってことでしょ。危ないです、危ないです、うん、それは危ないでしょ。危ないです、うん、で、そいつはさ、なんかじゃあ自転車も歩行者もみたいな感じでバーって言ってるけどさ、じゃあそいつ車が来た時どう思うんだろうね車が来た時はもうあれだよ俺の方が弱いだろって、うん、だからそうやって言うんでしょ、その自転車多分。ああ、だったら歩行者に文句言っちゃダメだよね。ダメです、そうそうそう、
うん、でどこがどう強いのって話になってくるじゃん。そしたらそうだね、だから歩行者より自転車の方が強いでしょ、はい、でもその人は歩行者に何か言うけど、でも車が来た時は俺の方が弱いんだから車ブッブ鳴らすなよって言ってるかもしんねえじゃん。車が自分がチリチリ鳴らしてる車バスが今一番強いじゃん。そうですね。だから車バスが、うん、あの俺の方が弱いだろうっていうのは何だったんですか。車バスが弱い俺が弱いだったら何飛行機とか飛行機とか戦車とか戦車とか戦車、うんすごい、まあ、勝てないからね。だからその逆もあるよね、うん、でもだから歩行者より弱いの。誰が一番守られなきゃいけないかって話になるよ。そしたら弱い、誰が一番弱いんだろう。なるほど、立場上 今のところ人でしょ、はい、人歩行者。でもさ、あれはじゃ あの乳母車引いてる人とかどうするの。でもチリンチリンないけど前乳母車の人はチリンチリン鳴らさないよね。そうだから人の中でも、うん、どういう人かが、うん、大事になってくるね。そうですね。ああそうだね。だから条件が。ウバー車を押しているお母さんになるよね。うん、そうだね、はい。そういうことね。でも人に対してもさ、じゃあ誰かはさ、お前自転車出そうみたいなやつもいるかもしれないよ。お前どういうことですか。だから人より弱い人ってこと。人より弱い人ってこと。ああ、もっとそう人じゃなくて、うん、人っていう概念じゃなくて、うん、もうそしたらもうあれでしょ。はい、一番って言ったら一番アリでしょもうアリを一番大切にしなきゃダメよ。そしたらもう、いやそしたらそれ言われちゃったら明日から気をつけますよ。だろ、はい、やっぱアリのルールに合わせなきゃいけないですか。アリを殺してはいけないってことだよ。まあそうですね。そう、俺らアリにどけって言えないってことね。そうアリさえもこうしっかり、うん、君が一番っていう気持ちで、はい、行けよ。そうしましょう。そうしましょう。何の話してたの結局。ルールの話してたの、まあ、でもね、自転車マジ気をつけてください。はい。おお、いいね。訴えかけてね。やっぱ子供がいてね、そういうのが起きるとそう思うよね。いや、思っちゃいますね。うん、やっぱちょっとね、うん、良くないなと思いつつも、反面、やっぱり気になってしまいます。うん、そうだから、まあ、自分がそういう立場になった時にそれが気になるし、うん、はい、初めてわかります。常に、あの人はどういう気持ちで生きてんだろうっていうのは、うん、まあね、芝居しててもねやっぱり考えることだからね。はい、じゃありを大切にしようっていうことにまとまったということね。はい、はい、ちょっと違うけどねちょっとですね、だいぶ違うよね自転車の話だからね、はいはい、自転車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 、いや、転って転ですよ。自転車自転車自転でも自転車って言いがちっすね。でも蹴ったマシンでしょ。蹴ったマシン本当に言うんだよそっちの、うん、そうそう。でもね、俺はもうマシンまではつけてなかったけど蹴ったって言ってた。へ、今日何で言う、蹴ったで行こうよ。そういう映画ありましたね、蹴ったマシン1号って。まあすいません、ちょっと語らないですけどじゃあこれはもうこれ終わりましょう。終了先輩だぞ。先輩だぞ。